そして4番手が注目4番の日高、その3番の吉田が誘導員と車間を空け始めました。さあ関東このまま前で突っ張るんでしょうか。ここは2分線3対3、4番手からゆっくり上昇は4番車の日高、日高上がってまいりました。さあ3番の吉田はどうする、前で突っ張っていくか。関東勢が突っ張っていって南関東勢を出させません。さあここは前行きから3番の吉田が一度突っ張っています。4番手には4番の日高がいて、ジャン前の2コーナーからバックストレッチ。さあそして4番手、ここで4番の日高、鐘を聞いて飛び出してまいりました。前では応戦3番の吉田、関東勢と南関東勢踏み合いか。6番の真原は離れました。さあ4番の日高がここで先頭に変わってくる。追走が2番の松坂、あとは3番手1番の小林大輔が切り替えました。最終の1コーナー中間地点、先頭は4番の日高に変わっている。追走が2番の松坂、3番手に入ったのが1番の小林です。この後ろには5番の田村、6番の真原がついていく。逃げる4番の日高、追走番手絶好が2番車の松坂、3番手虎視眈々と1番の小林大輔。4コーナー回ってくる。先頭は4番の日高、日高先頭、日高先頭で外から一気に1番の小林、内は2番の松坂か。